体の前面の筋肉がすべてちぎれて、2600キロか700キロぐらいあったんですよ。なんか、名倉さん、武井さんへのリスペクトが最近止まりません。どうした？武井さんの腹筋1万6000回の話が面白すぎます。やろうと思ったきっかけとかあったら教えてほしいです。いや、まあ、シンプルに、アリゾナから、オレゴンまで車で移動しなきゃいけないって言われたんで、はい、車持ってきてくれって頼まれて、バイトで、アリゾナに取りに行って、帰りを車で帰ってこなきゃいけなかったら、まあ、もったいねえなと思って、2600キロか700キロぐらいあったんですよ。なんか、調べたら。そしたら、まあさ、時速100キロでずっと高速走っても、27時間かかるわけじゃん。ね。だから、まあ、アメリカだからもうちょっとスピード出せる道もあるけど、結構スピード制限も高速でもあったりするから、だから、なんだろうな。でも計算したら大体24時間ぐらいで着くなと思ったの、ぶっ通して運転して。そしたら24時間あるんだから、じゃあ1日24時間でなんかチャレンジしようと思って、じゃあ車の中でハンドルの足引っ掛けて、シート倒して腹筋しながら、直線運転していこうって決めて、で腹筋100回を何セットできるかっていうチャレンジしたら、160セットやったところでオレゴンに着いたっていう、はい。で、その次の日から本当2日半ぐらい寝たきりになったっていう、はい。体の前面の筋肉がすべてちぎれて、はい、炎症を起こして本当に全く動かなくなっちゃって、起き上がれなくなって、はい、ベッドから一切動けなくなったっていうね、苦い思い出ですよ。恐ろしいですよ。